どうも、こんばんは、エンドです。今回は、東京グールリ、インボーク。占領戦、2週間の占領戦、お疲れ様でした。僕は所属人間だったんですけども、今回、占領戦、ベータ版、そして、正規の占領戦合わせて、人間側勝ったことなかったんですけども、今回初勝利ということで、本当に人間勢お疲れ様でした。この調子でね、また次回の占領戦25日からかな、始まるやつも、ぜひとも人間側には勝利していただきたいと思います。はい。というわけで、今回はですね、ガシャの方に、プレミアムガシャですね。美容によし、ナッツクラッカー来ています。スキル2億にキッス。ちょっとキャラ詳細を見ていきましょう。武器耐久値は5なのか、これちょっと少ないですね。ブレイクされやすいかもしれない。で、100% まで、熟練度を上げますと、アタックアップ B ですね。アタックポイントアップ B、これちょっと少ないな。でも、ただ、もともと AP が、10あって、それにプラスで12か。ちょっと微妙かもしれない。固有のスキルが欲しかったとこですけど、攻撃力アップ A、攻撃力がプラス300アップ、防御力が100アップ、体力1000アップ、攻撃力ダウンを 50% の効率で防ぐ。まあ、このスキルに関しては、本当になんかその特徴的なもんがないような気がする。攻撃力ダウンを 50% の確率で防ぐって、まずその確定でないし、攻撃力ダウンしてくる敵がそんなに記憶ではいないような、いたかな。ちょっとよくわかんない。これから出てくるのかもしれないけど、あんま記憶ないです。駆逐にいたかもね。で、スキル、カグネ発生状態から始まる、スキルは1個ですね。2億にキッス、レベル5、敵前衛の武器耐久値をマイナス4、敵前衛攻撃力 1.6 倍の7連ダメージか。まあ強いっちゃ強いし、武器耐久値も削れる。前衛なんで、前衛か。じゃあこれ、駆逐っていうよりかは普通のクエストとかで、まあ、最強降臨？あ、でも最強降臨って1体か。まあ普通のクエスト基本的に難しくないんでね。まあ、前衛な、どうだろう。最強降臨でさ、一人しか出てこないし、駆逐も一人だし、その前衛の恩恵が受けれるのはあんまないような気がするけど。まあ、基本的に武器耐久値マイナス4してくれるということで、どうなんだろうな。スキルは悪くないと思うんだけど、俺ちょっとここら辺のこれは気に入れないかな。なんか入れてほしかったよね。ナッツクラッカーってさ、結構特徴的なキャラだし、なんか、あってもよかったんじゃないかなとは思うんですけど。はい。とりあえず、今回10連引いていきたいと思います。いきましょう。一応確定の SSR 確定かな、チケットもらったんで、この後そっちもね引いていこうかと思うんですけど、俺さいつもプレミアムガシャさ SSR 出ないよね。まあいいや、久しぶりに SSR 確定のチケットをさもらったから、あ、ガシャシケもこんなもらってんのか。じゃあどれだ、これか。ここだな。派遣ガシャも13枚。なるほど、なるほど。確定が1枚ね。じゃあ、とりあえずあれか、チケットガシャから引いていくか。まあ、ここのさ、チケットガシャで出るキャラクターもなんかそろそろ増やしてほしい感はありますね。さあ、SSR 引いていく。まあ、基本的に、ここで出たキャラ売ってるんですよ。RC ポイントに変えてるんですけど、歌ね。リニューアルされる前の、インボケのスキルで気に入ってたのが、トーカのスキルなんですよね。カグネ出すタイプじゃない、最初からカグネ出てて、アンテイクにさ、ヤモリかな、ヤモリとかアヤトとかニコとかが、乗り込んできた時の、あの時のトーカが、リニューアル前のスキルではあれが一番好きだったんですよ、正直。めっちゃかっこよかった。まあ、リニューアルされてからスキルの、ムービーがなくなったんですけど、あとあれだよね、あ、シャチね。カグネもさ、売るか。カグネの、なんていうんだ、攻撃の仕方もなんかちょっとアニメ寄りっていうか、な表現になったような気がしますね。まあちょっと当たったやつは売るんですけど、歌と、まあ1枚は残しててもいいかな。歌とシャチ。シャチも2枚持ってるんで、と言いつつ2枚持ってないね。
あれおかしいな。シャチ俺持ってたはずなんだけど、売ったのかな。まあじゃあいいや、残しておくか一応。はい。じゃあ次、まあ確定ちょっと最後に残して派遣行きましょう。まあ派遣は SSR は出ないと。まあ最近ね、派遣の方もだいぶ占領戦とかも数重ねたし、 SSR、 おっと3枚引きで SSR が1枚入ってる。1枚とは限らないけど3枚かもしれない。これはノロかな。はい。ああ。じゃあ、これの SSR 確定いきますか。まあ、初期カネキ。あれ、初期カネキの。待てよ、俺、性能知らねえわ、今思ったら。昔はね、別に使えないことはなかったんでしょ。あ、初期カネキの話をすれば初期カネキが出る。初期カネキね、別にね、リニューアル前性能悪くなかったんですよ。一番最初出た割には。全然、なんだっけ、教習だっけ、プレイヤー、教習だよね。教習で、全然使えるキャラだったんで、別に性能的には悪くなかったんですよ。リニューアルしてからは知らん。ハイセがいいなと言いつつ、ここハイセ入ってないよね多分。チケット SSR 確定ってハイセ入ってないよね多分ね。わかんねえけど、これまあノロじゃね。おいおい、何枚出るんだよノロ。というわけで一応全部引いたかな。はい、何連したか忘れたんですけど、10、29、13、10、29、13、11、あ、わかんねえ。適当に言ったわ。合ってんのかもわかんねえ。ということで、まあ次回占領戦25日から、また、はい、頑張りましょう。ではまた。